シングル戦今シリーズ全勝でいきたいというふうに話していました。キャリアが欲しい、実績が欲しい小橋健太、しかしそれを一つ一つ作りつつあります。さあ石橋ロブがロープを巧妙に使っている。そして上半身顔面にパンチ、いや眉間のあたりであります。そして右足でやりたい放題、シマソナブやりたい放題だ。ニークラッシャー行きそうだ、膝砕き、文字通り膝砕き。飛ばし必死であります。しかしもうこれまででしょうか。死んでほしくない。今場外転落、ジャンボだ、2メーターのニークラッシャーか、行った、スクエアが生まれた。本部席の机に大きな穴、小橋健太を回す左を、己の足を抱え込む鶴田は静かに、鶴田は静かに引きずり込む、泥沼に引きずり込むような感じだ。さらにリングに押し入れる。徹底的に破っております。ご覧の机、そしてボディスラム、ゆっくりとゆっくりとまわたを締め付けるように。今度は何だ、やっとてこの応用。15分経過、もう馬場さん、小橋がこれ7、8分ぐらい膝だけを痛めつけられてますね。こういうとこがね、小橋というそのコンビネーションの悪さといいますかね、先ほどジャンボに取られました技なんかでもエースがその痛さを知らないわけですよね。ですから逃れるんじゃないかというような考えを持ってますから、セーブに入らなかった。これなんかでもやっぱりエースが中に入っていって助けてやらなきゃいけないですね。こういうね、そのチームワークの